みなさんこんにちは。トライバルウンナラです。あと、今回の動画はいろんなあるショックの特徴ですねを噛み砕いて説明の方分かりやすく伝えたいと思います。ということで、ショックアブソーバー、これから説明するんですけども、このショックアブソーバーのですね、必要性、なぜショックアブソーバーというものが車についているのかっていうところなんですけども、よく一般の方からの質問も稀にあるんですが、ショックアブソーバーで車高が上がるのかっていう質問もたまにあります。その答えはですね、ノーです。ショックアブソーバーというのはですね、まず車体をの衝撃を和らげる役目っていうよりも、どちらかというとショックアブソーバーはコイルスプリングの振動をいかに早く消すことができるかっていうのが一番のショックアブソーバーが行う仕事なんです。なので、ショックアブソーバーというのは、では車高も上がらないし、車高も下がることもないっていうものです。ということで、このショック日本の、まず特徴を簡単に説明します。まずこっちの白いショックアブソーバーが副頭式、ショックアブソーバーって俗に言われています。でこっちのショックアブソーバーが、単頭式ショックアブソーバーと呼ばれています。この2種類をですね、使ってメリットデメリットを簡単に説明していきたいと思います。でまずこの、白いショックアブソーバーね、副頭式ショックアブソーバーなんですけども、まず一番のメリットは、価格にあります。やっぱり、純正と同じような形状のショックアブソーバーなんですけども、これはやっぱり製造段階とかと本当に製造コストの面で非常に安価に作れるショックアブソーバーなので、特にまずメリットというのは値段が一番安い。このうちでこれこの白い副頭式の、ショックアブソーバー出してるんですけども、こちらはですね、使用用途がまず、本当にこれからジムニーに乗ってリフトアップ しようっていう、本当にカスタム入門の方にはですね、非常におすすめのショックアブソーバーで、本当に街乗りからそのライトクロカンですね、本当に軽くちょっと凹凸のあるところを走る分にはですね、非常に乗りやすくて癖もなく、乗れる仕様となっております。そして、こっちの単頭式ショックアブソーバーと言われているショックアブソーバーなんですが、まずこれのメリットって言いますと、まず耐久性が非常に高いです。とその他に、今回中身の構造の説明はですね、ちょっと省略させてもらうんですけども、この中に入っている用途に合わせたセッティングっていうのがですね、非常に幅広くセットできるものでして、それをですね使うと、いろんな車種であったりいろんな用途に適応させて、さらにその耐久性が高いので寿命がまず長い。例えば4年5年使用してオーバーホールっていう形で最初の頃に戻すこともできるっていう。で例えば当然こちらも街乗りで使うこともできるんですけども、例えば街乗りから例えば俺そんな感じでいろんなものに適応することができるっていう、やっぱりメリットが本当にこの先っぽのサビとか、こういうところからのへたりとかまで全てにおいて修理が可能っていうのが非常に最大のメリットになるっていうのがあります。でこのショックのデメリットなんですけど、価格が高価という、特に本当に当社もこのフォックスのショックアブソーバー取り扱ってもう7年ぐらいだったんですが、で競技にもちょっといち早く採用したのが当社が初めで、
すぐこれによって当社のショックアブソーバーの知識レベルも非常に高くなったんですが、やっぱり当初出してた価格よりもですね、本当に 1.5 倍までいかないんですが、本当に 1.3 倍ぐらいちょっと高くなってきてるっていうのがちょっとあってですね、非常にちょっと高くて、そこが一番のちょっとメリットかなと思います。あ、デメリットですね。そしてなぜこのフォックスショックアブソーバーを買うユーザーさんが多いのかっていう、そこをですね軽く説明したいと思います。このショックアブソーバーのですね最大の特徴が、レースユーザーさんの、レベルに合わせれるっていうのが非常に最大の特徴で、先ほど言ったセッティングができるって言ったんですけども、やっぱそのユーザーさんの走るスピードだったり技術の面でもやっぱり差がやっぱどうしてもあるんで、その差にこちらがですね合わせて、いろんな私うちらの方でもやっぱし7年もこのフォックスを取り扱ってきてるので、ものすごい膨大なデータがあります。中身のセッティング、まあ例えばスプリングの違いもありますし、車の重量もある、走りのやっぱりレベル、スピード使ってるものとか、そういうそれに合わせてセッティングして出荷してる。そしてお客さんのレベルがですね、仮に途中からレベルが上がった時にでも上がった時の走りに合わせれるように、こちらでまだリセッティングするっていうことも可能なので、それが非常にですねユーザーさんに好まれている点だと思っております。といった感じで、まあ、この今回ですねショックアブソーバーの、まあ、軽くなですが説明してみました。まあ、もしご要望がありましたら、もっとさらにですね詳しい、ショックの構造やこんなショックもあるという特徴をですね違う時に説明の方をしてみたいと思います。チャンネル登録グッドボタンよろしくね。